界と戦う稲妻ジャパンか。誰が選ばれるんだろう。進藤さん、俺たちここまで来たんですね。さあ、間もなく世界と戦う稲妻ジャパンのメンバーが発表されます。まさかあのようなメンバーをお選びになるとは。稲妻ジャパンの監督に就任された黒岩龍生監督です。代表にふさわしい力を持つ君たちにこのフィールドに集まってもらった。これより FFI ビジョン2において日本代表となる稲妻ジャパン、キャプテン松風天馬、野崎さくら、草加龍二、伊吹宗政、以上11名だ。お？公式試合のデータにない選手が多いようですね。お前たちにはこれより世界を目指してもらうことになる。試合開始は10分後だ。天馬。はい。彼らの力も特徴も何？みんな聞いてくれ。そのデビュー戦となる相手はなんと ではここで FFI ビジョン2において本試合よりこの新ルールが適用されます。化身と化身が煽る、さらにミキシマックスまでも禁止と。ここにいる多くの者に知らしめるのだ。はい。さあキックオフです。父さん、次よし、試してみるか。聞いてくれ、みんな頼んだぞ。神のタクト、ファイヤーイリュージョン、野崎、草加。彼らの選手データ、陸上部、超速と言われるほどの俊足の持ち主。草加龍二。ひどいじゃないですか。バーカ、お前が取るからだよ。筋金入りの不良。言ったよな。なんだこいつ。真鍋仁一郎。20度の角度で来た場合、止められる位置と角度は。あれ、僕の計算が。南穂和人。父親は警視総監賞を授与された。これもまた面白いか。ふざけてるのか。なんだと。終わりだ。くそ。でも、すみません。風穴ドライブ、バリアトルネード、ラベルドライブ。なんということでしょうか。これは新生稲妻ジャパン。奴らが稲妻ジャパンなんだ。くそ。これじゃ稲妻ジャパンの評判はボロボロだ。あなたにはどんなお考えが。何なんだこれ。でもキャプテン、おはようございます。おはよう。だが練習らしい練習をしてないじゃないか。これより1週間 FFI ビジョン2アジア予選開始まで我々。俺は鉄カドシン、ボクシングやってた。俺は伊吹宗政、バスケットをやっている。僕は美奈穂和人。見たところこのチームの頭脳担当は僕になるよ。コーチ、このメンバーの選定基準は。基準も何も。水川みのりです。マネージャー。私は勝利以外稲妻ジャパンには何も要求しない。
みんなで必殺技の練習を始めた方が良くないかな。でも今日は練習初日なんだ。体力作りを優先してもらうよ。みんな比較的真面目に取り組んでますね。この後はボールを使うから十分に休んで。サッカーはマラソンと違うから緩急も大事だよ。必殺技ってそうやってできるのか。そこの掲示板に書いてあるよ。ライモンの3人を見ていると楽しいです。そうか、代表の最高はない。お前たちには監督がそうまで言うなら試合は全て俺たち3人でやります。好きにしろ。セグだと。ジャパンのキーパーは俺だ。イブキ、思い上がるな。俺のシュートを止められなければ剣のシュートはなおさら無理だ。どうだった今日の練習。陸上で鍛えたものが、陸上は見なきゃいけないのはゴールだけ。でもサッカーは違う。その時見てたのは足元のボールだけ。好きになったら今度はサッカーが答えてくれるよ。うん。いかにチュンユンにボールを渡さないようにするか。上達してるよ。またたけ行くぜ。またたけ君にお客さんだよ。韓国戦も応援に来てくれるかな。大人には上辺だけの関係が大事なんだ。アジア予選はもう明日だ。正直他のメンバーは当てにはならないだろう。俺たちと同じ熱いものがあるんじゃないかって。兄ちゃん頑張れ。オープニングセレモニーの後、いよいよ俺たちは代表を目指して血の滲むような努力をしてきたんだ。天馬、天馬来てくれ。だからってなんでマタタギを疑うんだ。確証が必要だね。現状ではまだ状況証拠すら存在しない。我々全員サッカーをやりたかったわけじゃないんですよ。野崎さんは世界最高の新体操チームへの海外留学。マタタギ、君もそうなの。例えば他国のエージェントから報酬を受けて、わざ実況席へも選手たちの闘志が熱く伝わってきます。みんな練習したことを思い出せ。リッチュン、負けるものか。フットボールフロンティアインターナショナルビジョン2アジア予選、振動のカットで何とかかわした稲妻ジャパンだが、瞬きがボールを奪った。見てろシュン、必ず点を入れてやるからな。再びファイアードラゴンの攻撃か。これは一方的な試合になってきた。鉄火も抜かれた。それでもサッカーやってるつもりなの。行かせるか。決めろ。パス。またか。何をする、余計なことをするな。ドライブ！イナズマジャパン、松風と剣が息の合った連携で攻め込んでいく。当然といや当然だろ。帝国イレブンとのエキシビションマッチを見たけど。どけ！ボールは俺が止める。どけ！松風がドリブルで上がっていく。よし、あそこを突破できれば。イナズマジャパンのボールからゲーム再開です。得点は未だ0-0。剣のスローインでゲーム再開です。またたけ、すげえな、あのドリブル。これは予想外の展開。なん
そしてその変化を導くのがあの三人だ。あいつら、なんで兄ちゃんにボールを渡さないんだ。そうか、あのことで。決まった。兄ちゃん、せっかくいい形になりかけてたのに。お前ら、なんで兄ちゃんにボール回さないんだよ。本当は兄ちゃんが盗んだんじゃなくて。やめろ、ユータ。兄ちゃん、何か事情があったんだな。俺たちには親父がいない。ただでさえいじめられてたのに、もしそれが周りに知れたら。ファイヤードラゴンのキックオフで後半が始まりました。行かせるか。ファイヤードラゴンが止めに入った。リバシリカエン。テンマ、ツルギくん。テンマもツルギくんもマークされてるわ。こんなサッカーをやってたら勝てない。マタタギはどんな扱いをされても必死に戦ってる。稲妻ジャパン、ファイヤードラゴンの攻撃をしのいでいる。次、マタタギにパスを出すんだ。